し。なんだ？エアドア。被害状況5人というのはない話だと思ったが、びっくりした。世界政府始まって以来前代未聞だぞ。政府の玄関にここまで踏み込んできた男は。いつまで暴れる気だ。死ぬまで戦いも無駄。我々の大義六式ならばガレーラの屋敷で十分に見せたはずだ。貴様らとの戦闘力の差もな。それもそうだな。でもなんでか今はさっぱり負ける気がしねえ。ゴムゴムの！でっかいなんだ、この男、屋敷で戦った時はこんなにパワーはなかったはず。カトリア！世界がどうとか、政府がなんだとか、こんなもん勝手にやってろ。俺たちはロビンを奪い返しに来ただけだ。舐めていた。舐めんな。まさかソルの速度についてくれとは。心してかかろう。ゴム人間に打撃は無効だったな。ゲッポ。ゴムゴムの乱曲。鉄砲。今地面にドアが。ドアドア。なんだなんだ、こんな小さいドアここにあったか。ちくしょう、挟まった。くそ、こんなもんか。お前なんだ、何した、悪魔の実か。ドアドアの実のドア人間。ドア人間、隔てるものすべてドアに変える。回転ドア。な、何が起きてんだ、目が回る。いや、ま、前はどっちだ、止まれ。乱曲。ドア当然、ドアは開けば閉まるもの。
よく乱客を避けたものだ。うん、ああ、わけねえや。心外だ。完全に俺の速度についてくる。乱脚の軌道を変えられた。信じがたい身体能力だ。ダメだ。うん。俺はこんなんじゃダメだ。青生地に負けた時、俺は思ったんだ。この先の海にまたこんな強いやつが現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。俺には強くなんかなくたって、一緒にいてほしい仲間がいるから。俺が誰よりも強くならなきゃ、そいつらをみんな失っちまう。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。何をしている？体の中で何が起きている？お前はもう俺にはついてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。